矢野の手方と芝居の両長、とじみずだ。僕たち昔からサインというものをね、散々書いてきましてこの前俺本の新しいやつ、キャンペーンで張り切りすぎて3000何百冊書いちゃってなんで？すごい頭湧いてる。よく書けるな。人生の半分ぐらいのサインそこで書いたんじゃないか。すごいよな。僕たちからするとサインって結構書くものだと思ってる。はい、昔はもらうものだったんですけど、さすがに書きすぎちゃって、あ、もらうっていうパターンもあったなってたまに思うぐらいの確かにもうちょっと謙虚な姿勢でね、サインってものに臨んだ方がいいんじゃないかと思いましてねだんだんやっぱこう、書いててもね、絵柄が傲慢になっていくというか、傲慢だんだん僕らの可愛いサインがね、嬉しいんだよっていう顔にねキラキラした可愛いサインで居続けるためにももらう気持ちっていうのは大事にしてる。あ、いいやいいや。今回はですね、サインをもらいたいと思います。おお、有名な人がいらっしゃるってことですか？有名な人っていうのはなかなか出会えません。僕らと違って僕らはその辺にフラフラ歩いてますけど。確かにサインってのはその人の凄さとかによってやっぱ価値って変わってくるじゃないですか、どうしても。はい、確かに。今回そういうサインの枚数とかじゃなくて、どんなサインもらったぜっていう一般人のサインの自慢対決。あ、おお、お前さっきから投げるなよ自慢対決は、はい、どうやって勝敗が決するんですか？いや、それは自慢して、うわーすげえやめだスネオじゃ言おうし自分たちで主観で決めるんだ。そういうことです。でうっかりイチローさんに遭遇したらそれはもう勝ち確定ってこと。あ、それは勝ち確かもな。マジでやばいですね。うん、そういうパターンもね。じゃあチーム決めますか。グッドパーで合わせ。うわっ、おごりだ。おごりの最近やね。またこのチームだ。あのクソサムネまたできんちゃう。あれが再認識なんだけど。サインください。なんだよあれ。あのサムネだと思ったんだよ。たまにある文字がないからこそのインパクトのあるサムネでしょ。そうそうそう。またお前の編集これ。あ、そう。絶対スワッといかないからな。もう制限時間どうしますか？変な数字にして。サインあそこには大通りのね、24パーがあると思うんです。前は2時間48分です。おお、何でいいか分からんかった。じゃあ2時間48分後に終了すればいいんです。はい、外で終了してその後戻ってくるでいいでしょう。はい、はい、それでは一般人のサイン自慢対決、よーいスタート。監督だったんだ。はい、そっちのサインか。誰も見てないちゃんとモーションもやる。ナイス。バジマサイン持ってるから自分の。そういうことか。あいつだけバディの中でサイン持ってるから。トライするっちゃのー。マグマでサイン書いちゃるけんね。ボーボーに燃えちゃるけん色紙。どうもチームマグマです。はい、名古屋のライブハウスでワンちゃんとしみつの友達がライブしてないかって調べてくれたんですけどいなかったね。お互いの知り合いは。いなくはあったね。うん、おしゃれなスポットには有名なインフルエンサーなりそういう人が集まってもおかしくないと思うんだ。確かになんか羽が生えたところとかに行けば結構いいんじゃないかカッカッカッと思う。カメ子、まあ、あとは元伝説のドラマーとかさ。元伝説の傭兵とか。待たせたな。高身長イケメンチームです。そうでしたね。人に焦点を当てまして、うん、やっぱサイン書くやつってのはね、まあ芸能人だったり何か有名人になることを夢見てるやつだっていうのがね、はい、間違いなくあると思うので、はい、今回愛知県立芸術大学ここのね近くの駅に来ました。一人いません。はい、まずいことになりました。50分近くかけて車で来たんですけど、今ここ芸大通り駅で、ここに愛知県立芸術大学と、こっからこう流れてくるってことはこっちだね。サインください。来たれ未来の有名人。サインがあったらください。すごい、日傘ガードがすごいんだよ。もう目を合わせないようにしてる。日差しより嫌われてんじゃないかぐらい。今嫌われてたな。太陽じゃなくて俺に向けてたよ。僕たちは間違えてる可能性がある。これね、あれだよね、経済学的に言うともうここまでのねコストというのはさっさと切り捨てて、ここからどうするかを考えた方がよろしい。これ以外のことは何も覚えてません。マグマじゃ。ちょ、マグマじゃって言ってる場合じゃないです、赤犬さん。今は僕ら路頭に迷って20分くらい車で無駄運転してます。ああ、なんでいつも路頭に迷うんだ。ご注意ください。とりあえずでも。うるせえ！ナビ、道案内するくらいだったらサインくれ！ほんとだよ！やっぱり名古屋に行きたいよねって話になった、我々は。行こう、もう問答無用で。行く、しかも電車で行く。それが早い。こんにちは。実は今、
街の人がサインを集めるという企画をやっておりまして、サインってあったりしますか？自分のサイン持ってたりします？有名人みたいにサイン書いてほしいです。あ、おやー、グッナイスサイン。Thank you, ナイスサイン。Thank you. Thank you, サラ。ありがとうございます。そうそう、自分のサイン。自分のサイン。有名人みたいなこうサインって持ってたりしますか？お金関係ないよ。全く関係ないです。あ、そうだ、サインってね、確かに危ない。本当。おお、はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。サインいきなりくださいって言われたらさ、なんか署名活動かなんか怪しい、いや、わかる、あれみたいに思うよな、ね、ちょっと怖いよね、うん、こんにちは。こんにちは。本物だ、すげえ。サインもらってもいいですか？サインもらっていいですか？サインですか？サイン、僕のですか？サイン、はい、サイン、あなたのサインください。サインください。逆に書くよ、それは。フルネームです。あ、ありがとうございます。フルネームって出しても大丈夫？ダメですね。なんで書いたんだ。大丈夫？これ書いたらマイナス1ポイントとかない？ないよ。なんと急遽正式に許可が取れたということで。どうなったんだ、なんて寛大な大学なんだ。素晴らしいな。すいません、サインありませんか？ありますよ。え、本当ですか？毎日ご飯食べながら東海オンエアこうやって見てます。あんまりご飯に合わない動画もありますけど。ありがとうございます。サインください。はい、お願いします。お、俺行ったことないかも。サインくださいってあんまり。確かにな。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 なんで持ってるんですか、これ。卒アルとかに書きたいなって思ってめっちゃ考えました。ありがとうございます。はい、動画撮られて困る人いますか？いませんか？気づいたら後ろに軍団がいるんだけど。どうなってんの？まだ何も言ってないんだけど。入れ食いかもしれませんね。ここでちょっと逆サイン会するか。お弁当販売所を勝手にもサイン会場にしてるやん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにこれ、僕が誰かに自慢するってやったら、誰からもらったっていうのは。ああ、まあ吉野家のバイトリーダー。頑張れよ吉野家。ありがとう。失礼ではありますけど、今回サインもらった相手の自慢対決なんで、うん、どんな人ですかあなたはっていう面接もこなしながら、すごくない人のサインも断ります。いやでも大事。俺はこんな人間だぜ、すごいぜっていう自慢がある方はここに来て、あなたがどんな人間なのか教えてください。はじめまして。はじめまして。はじめまして。サインをお持ちとのことで。はい、持ってます。どんな人なんですか？ちなみに僕はめちゃくちゃもう陽気です。ちょっと待って、いや、聞いてください。多分お二方が思ってる以上に僕陽気なんで。陽気じゃない。ただつけなきゃ。めちゃくちゃ下手な尾行ずっとしてる。サインあるよ。あります。書いて、早く早く書いて。電車開いちゃう。ありがとう、ありがとう。何この作業。花山、ちょっと金山で路上ライブしてるミュージシャンなんかいないかなと思ったんですけど、いないっすね。お願いします、サインください。あるある、ありました。あー、ハート、かわいい。こんなサインあるある、うん、ちょっとこれ集まっちゃうから別の場所にしましょう。クレジット、はい、クレジットで感謝番号とかって言われます。はい、あ、サインで。すみません、こちらサインもらいたいですけど。はい、こちらもサインいただきたいんですけど。有名人みたいにサインってあったりします？あ、もちろん書いたことない。そんな、あ、ないですか？ないか。あ、ありがとうございます。いや、行けると思ったんだけど。まあまあ、だよ、サイン返しね。カウンターサイン、今の技です。いや、でも名古屋のこの辺の草屋公園はいろんな人種いるから狙っていきたい。あ、ちょっとシンパシー言ってよ。こんにちは。まず今街中の人にサインをもらい企画やってまして。はい、いいですか？はい、クビっていうバンドの。ありがとうございます。ありがとうございます。これを持ってるんよな。そういうことよ。これ嬉しい。これ。ね、三連フリスクだ。何？これ、ね、絶対なんかの証拠だよこれ。これ三連フリスクがある。これやべえなこれ。写真撮った時三連フリスクあんまないでしょ。資格の試験で2週間ガチで勉強すれば必ず受かる試験に半年かかってます。もう帰ってもらう。あとは。ごめん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、帰らんじゃん、ダメだ。歌詞の部屋に巻いたんだけど、そう、写真を撮ったの。ねえ、いい加減にしてね、将来。お前、お
かしいって実質黒木前のサインだよ。かもらおうとするな絶対いらない。いいんだね、気になんないんだね。レイバンの時代なのに日本刀で切られたことがある人間です。おお、ちょっと意味がわからない。サーカスに採用されたものです。そうだ、見覚えがある。はい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 、はい、見覚えがありますよ。サインを持ってたって言ってますか。はい、ずっと持ち歩いたんですよね。あれ、あ、サイン、あ、サイン持ってくれてるやん。ほら、サイン持ってれば2022年のね。あー、すごい。そうです、これです。あの時のサインを持ち歩いてくれてる方です。はい、サインを持っててくれたんですね、うん、はい、それ呼んだじゃん、お前がサイン持ってる人はこんなさ、日本語の間違いある。誰も悪くない。誰も悪くない。強いて言えば俺が悪い。そうだね。僕はビートボックスができます。おー、来た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 、面白い。ユーモカン。もう名前気になってるもん、もう確かに。カポンさん、はい、ビートボクサーはカポンさんってことですか。はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ビートボクサーで、いやいや、でもさ、7月のよくわかんない大会で予選落ちよくわかんないっていうな。ドイツビアフェス、ご機嫌な人いるんじゃないですか。頼む。普通に SKE 色。さあ、我こそは未来のスターだという方、サインいただけないでしょうか。ビアフェスのイベントの一環みたいになってすげえいっぱいあって、ちょっと迷ってますね。お、サインあります。やばい、ジョールサイン、ビール、世界最高のビールで、すごい、死ぬまで飲みたいビールで、すげえ、俺は飲んだことないっす。めっちゃ濃い。この炎天下すぐ酔っ払ってしまうでしょ。これはまずいね。喉乾いてるからね。そよ風気持ちいいんで、あと40分ぐらいこれ休憩して終わるわ。めっちゃ気持ちよくない、この風。うん、気持ちいい。今マジでちょうどいいわ。こういう人生がいいもん。藤川岡に来ています。この辺りでは一番人が集まるね。うん、すいません、サインありませんか、ご自分のサイン。自分はこんな人ですって自慢するとしたらどんな人ですか。コミュ力の強さ。会社の面接じゃない。親族がすごいとかでも。お父さん元家具屋。今回はすいませんでした。ありがとうございます。15分、あと15分。天皇陛下と喋ったことがある、はい、サインください。どうぞ。ありがとうございます。浜口、わかりやすいサインです。お、太いね。そう、太い方で書く方はね、書き慣れてますから。そうなんですよ。いただきました。これ、三久保さんどうぞよろしいですか。はい。ちなみに、たのしいさんってサイン持ってます、はい、あ、僕一応サインあります。あるやん、あるやん。あ、でも、これはサインだ。濃いっすね。これはサインだよ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。書きたいです。あ、本当ですか。あ、じゃあそんなに見るんだよ。はい、お願いします。栗田さんだからイラストタイプだ。そうです。ありがとうございます。これは考えたね。熱いっすね。そうですね。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頼む、ぐっさん色。いるかよ。最近めっちゃ歩いてるな。だって昨日もやったじゃん、これ。こんにちは。メドさんですよね。メドさんって有名人みたいなサインあったりします。あるんですけど、あの、商品になっちゃうので。そっか、サインが商品だ。そうだわ。なるほどね。チェキとか、そういうものがあって、注文したらもう速攻買えます。あ、はい。今2分以内にここでチェキ取ることできます。そうですか。少々お待ちいただいてもいいですか。メイドさんってやっぱプロだよね。ね、仕事できる人多そう。わかんないけど、メイドさん作れますよ。 あ、はい、あと30秒、はい、行きましょう。じゃあ一緒にハンド作ってください、はい、萌えの境界線があるので。萌えの境界線だ。初めてやる俺こういうの。うわー、嬉しい。あー、いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあサイン、サイン急いで書いてもらっていいですか。めっちゃせかそうで。あ、マジで、あと10秒だから、はい、あと10秒、あと10秒、あと10秒、10、あ、あ、10、9、8、7 大丈夫、大丈夫、大丈夫。いけた、いけた、いけた。1。やったね、よかった。今、ぴったりです。よかったです。ありがとうございます。マジで助かった。いえいえ、ありがとうございます。すげー、めっちゃいいサインじゃん、しかも。すごいよ、メイドカフェでバチ攻めするのありだったじゃん。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ぜひ、あの、萌え萌えしててくださいね、いつか。また来ます、本当に。はい、ぜひ、ありがとうございます。ということで、2時間48分経って戻ってきました。はい、しゅい。サインが集まったのは言うまでもないということで、何をもらったかっていうのは、自慢して相手がうわぁ、すげぇって思うかどうかな。シャイアンじゃん、やっぱり。なので、ちょっとお互い自慢していきましょう。おい、こっちから言っちゃっていいですか。じゃあ、お前やから自慢してみろ。最初、まずは、じゃん、カポンさんのサインです。はい、カポン、あ、カポンさんね。カポンさん、なんとですね、今度、大会に出場するビートボクサーです。へぇ、すごい、はい、ええやん。将来、有名になる
る可能性のあるビートボックスめちゃくちゃいいじゃん。うわすげえなお前ら。前からずつ辛いからね。こんな感じで続いていくと思ったら面白いだろ。正直に言ったら自慢できるもサインはありませんでしたって。こんだけの人に書いてもらってな、そんなことな本当でも言えねえよ。おい分かった、ジャニーシャラダメじゃねえぞお前。これどうだお前。何だお前ざけー。かつみさんのサインだよ。かつみはな吉田のバイトリーダーだよ。吉田のバイトリーダーのサインもらうな。名称出ちゃおうかな。名称出て我々はね藤ヶ丘に行きました。あらもうあんなとこわっしょわっしょい。そこで手に入れた、はい、この人はすごいな。愛知で数人しかいない人のサインもらいました。いやもうめちゃくちゃすごいよ、はい、こちらじゃじゃん。えみくおさんのサインです。みくおだぜ、はい、ドクターヘリあるじゃないですか。もうあれのナース、それになりそうな人です。はぁ、あ、なりそうな人じゃあ都市率なりそうじゃないでしょ。俺もねこの人はなりそうなの。それは頑張っていただきたいけど、ドクターヘリだよ。あれに乗ってる人は会ったこともないでしょ。俺あります。サインとしては結構いいと思う。そうまあそうね、ハンコみたいなね。これとかもうねワードが半端じゃないから。確かにね、バカ強のワード出ます。じゃじゃん、ハヤトのサインです。天皇陛下と喋ったことがあります。違う、だからさ、サインでサインで自慢してよ。本人が別にすごくないじゃん。でもこの両へ点点点が僕好きなんで。ああ。イトルエア。ちなみに今のこのハヤト君と浜口さんのストーリー逆でした。え浜口が天皇。おーいミスんなー。 A 案取り消し。 A 案開始。 A 案クーリングオフ。水んなよそこ。大失敗だ。まあといった感じで、はいはい、どうでしたか我々のサインなら響いたものは。カポンかミクオじゃない、やっぱり人の凄さカポン、デザイン性ミクオかな。ええやん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 、はい、僕らもここら辺で行ったと思います。はいはい、はい、僕らのターン。はい、はい、僕ら普通になんか金山とか行って名古屋とか行って弾き語りも探しに行ったんです。うわー、ね、なるほど。未来のスターがやってる可能性ある。確かにな。こちらが金山で出会ったなんと女子大生のひなちゃんです。いや可愛い。これは YouTuber でもいそうじゃない、ビューティー系で。やっぱねこのハートにちょんちょんいるからね、いっぱい。そしてあこれね、東岡崎に佇んでいた初老の男性です。こちら。おお、何これ。ちょっとかっこいい。なんか何の人かも分からない。教えてくれない。月曜から夜更かしみたいなテンションでやってたから。でこちらがですね、はい、同じく東岡崎に佇んでおられました。そんな人、あ、待って、そんなにいっぱい佇んでる。海外の方ですね。おお、うん、サラさんです。うん、どういう方なんですか。いや、佇んでおられてる。あまりにもその辺の人すぎてあんま自慢になってないという。自慢する気ある。そういう感じなんだね。ちょっとじゃあ認識が違うたわ。だから攻めないで、俺らのステージやらして。でもだったらね、まあ、それ系で言ったら1枚あります。おーおーおー、なんとあのバンドマンの方です。えっ、あのバンドマンって言える方。あのバンドマン、こちら、はい、あのあくびの富士さんです。ん、ちょっとごめんなさい、僕がすごいあの守備範囲が狭くて。確かに無知なんで。あ、富士くんはどっちを。え、バンパブチキンですか。あ、まあまあまあ。え、じゃあ関係ない。別のバンドっていうか、あくびじゃん。あくびでの。え、じゃあバンプの話は関係ない。あれ富士くんの名前を使わせてもらって、こっちの富士に力を今渡そうとした。富士という名前のね。富士すごそうだな、みたいな。そんな技ないんだって。以上。以上。はい。うわー、どうだろう。気になってって言うと。栗田いいな。栗田いいよね。これ栗田だからこのミクオワークじゃん。そうね、確かに初老の男性かな。怖い、好きすぎる。それそれなかなかやっぱ初老の男性ポイント高いな。どうやって評価すんのこれ。むずっ。これからむずっ。いやでもやっぱ大阪よりは盛り上がったよ。いや間違いない。いやもうめっちゃ同じこと言ってる。どっちがすごいとか決めれません。おお、うん、もうもらった我々がね出会ったこの人直接書いてもらったその思い出込みでやっぱサインということで、うん、これを見ているあなたたち例外じゃありませんよ。あなたがいつとんでもないすごい人間だってサイン書かなきゃいけなくなるかわからないんですからね。もう今のうちから作っておいて身近な人にね渡して思い出を残しておきましょう。サインに結果がついてくるかもしれません。作ってください、今すぐ。そう、全ての道はサインから。普段は書く側の僕たちですが、もらう喜びというのもね、知れたので、これからも皆さんにたくさんサインを渡して喜んでもらいたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バ
近くから。これ YouTube 映っても大丈夫ですか？あ、全然いいですよ、はい。ああ、こんにちは。あの、私、あの、マリアと申しましてね。なんか、こういう格好して、なんか、いろいろやってる、あの、ただの変なおっさんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じですか？いいか、大丈夫？はい、いや、そのバッチリでございます。あ、大丈夫です。お邪魔いたしました。ありがとうございます。頑張ってくださいね。頑張ってください。はい。